ないのって言ってね、でそっから喋らなくなる。あれこれ4番でさっきのやつかな。うわーくっそ口臭い。ええやん大泥棒、ええやん、素敵やん、ええやん、ええやん、ええやん、今日も今年も今年も法案噛んで語る。君に寄り添って今年最後の雪の花を。二人寄り添って。ブンブン、ハロー、YouTube。え、二人しかいないの？ミュージカルじゃねえよ。中島美紀さん。誰みんな、中島美紀さんやっけ？みゆきか。みゆきさん。笑いながら殺す。電力で4番さんの見守り。出てから廊下で19の死体です。電力は私と4だけでした。見える範囲では。もう一人部屋？俺が二人ともやってるね。いやいやいや、言いすぎやろそれ。2,3,5,6,8で7番が浮きやないかい。あかんあかんあかん。2,3,5,6,8、5番と7番しかいないやないかい。ふざけんなよ。まだしょ。なにこれクソ中国人の塊よ。中国人じゃねえかよ、固まってるやつら。2,3,5,6,8、全員中国人やん。日本人固まってねえよ。日本人だけでは固まってねえの。4,7の中には、黒、あるいはどっちかが黒で。10はわからない。なぜなら10の、10もアリバイはないからだ。決めって、お前らマジで。いい加減にしろや。中国人の塊。23,000の。見て出たままで。それこそコピー機。4番を釣れ。4番を釣れ。やりようねえじゃねえかよこれ。なあみんなやりようねえじゃん。2,3,5,6,8は食堂にいました。何が面白い。推理もクソもないやお前のこれ。クソ簡単な推理やん。4,7,10の中から釣りましょうで終わりやん。日本人以外塊でバロ。キモキモキーモの立ち回り。ぐしゃ、ぐしゃ心配すな。気にせずに入れよう。中立二人とも俺たちの側だ。え？3番探偵？違うな。3番調べてたような、なんかあったな。一场游戏与国家有关，大概中国人爱在一起，然后开 VC， 然后在后面开麦。中国人很多，中国人都是这样。只有日本人是其他的。いや笑わへんやろ。なんで笑わん？笑われへんやろ。笑われへんやろ。笑われへんやろ。7番が浮き位置ちゃうんかって言うて。7番お前浮き位置ちゃうんか。で、4番言うてるで。4番の、なんやこいつ。キティさんこいつ。キティさんか、キティさんか色合い言うちゃうんこいつ。7番浮きちゃうんか言うて。笑われへんやおってどういうこと。おい、7番。総長が言うとるで、総長が。総長が言うとるで、浮きちちゃうんかって。おい、7番。7番総長言うてるで。VC ラント。
俺7番かと思ったら3番中国の人じゃないかい。総長は総長。7番。いねえじゃねえか、いねえじゃねえか。どこだよ。どこだよ。おい。どういうこと？どういうことこれ？え？やりますね。5番。え？何これ5番なの？え？電力できる。え？え？何これ ?4 番何？え？みんなわからんわからんわからん。4番何？え？何これみんな4番がなんか適当にやりだした。何これ4番関西人が見る4番関西人歌7番言うお前ちゃうやろ違うな4番何て言ったかもう忘れたわえ4愚者なのあ100面で5になすまうわ5番お前じゃろで4番が言うてるよ5番お前ちゃうんかい次お前入れるからな次じゃねえ今回のゲームでお前入れるからな5番覚えとけよお前じゃ大草原、大草原。4の中国人狩り。7番やるね。俺の勝ち。なんで負けた？オーナー4番。4番信じて5番入れたるから。そう、10番さん、電力通って多分西側行ってたよね。さようでございます。あ、そう、10番さんおる仲間やと思って電力の方に向かって行ったら5番さんがキルしてた。おっしゃる通りです。10番さんは、はい。あの YouTube の旦那様はい違うそういうことや YouTube の旦那様や旦那様強きすそう5番やわこれは5番ですわ入れたった信じますそう入れたった入れたったありが落ち着いた声の YouTube の旦那様って言うと時代もう分かってるあ死んだ死んでるうわ中国人陣営えぐ中国人陣営のうーわ中国人陣営の中にバンカーがおる前が飛んでる4が釣られた笑い出た出たすげえ出たチャイの絆ホワイって言ったよホワイなんでだよ笑い国際バトルやホワイ入れたった笑いニハオこれキルすれうわボッえこいつやってきたうわみんな俺押したのに俺連打したのにくっそーみんな俺連打したのにすえー連打くっそー俺ボクサーかと思った7に入れようなにこれおもんなこれ固まってるからこそこいつ疑われないんでしょ皆さんわかるこいつ疑われないんでしょなぜなら中国人はすでに1ゲーム目で固まってるんです。やりようありますか日本人。ね国は関係ないと言うけど、日本人はなかなかボイチャもしないし固まりません。中国人は固まります。10番自分のせいとか言ってるか。うん、10番自分のせいです。はい、7に入れましょう。はぁ日本 VS 中国。5が目の前で、あ、もう通らんわ、もう7番。申し訳ないけど。うん。ちょっと笑っちゃった日本語わからんくせに日本語わかるんかのこれいやわかるかもしれない4番も笑ってたしそう俺らの2人のやりとりはちょっと日本語わかってたら笑ってたと思う8番笑ったってことはまあわかったってことかな日本語がね、うん、これ団体のチーミングやん黄色陣営も中に2人いて固まってたんですよということは愚者いないから投票しろって言ってたんですよね主導権握ってた3番かな忘れたけど俺やりようないぞマジでいやーこれこそルールぶち壊しやん黄色陣営が探偵陣営側に入って塊としてなってんねんみんなこれなんで国国のやつって言えるかというと日本人だけ単独で行動してたやん日本人だけか中国人だけが食堂でど集まりしてたやんかどういうこと、はい、うわみんな試合放棄やん6番みんな6番配達員ですよ皆さん6番配達員ですよ3番まず誰かとチーム組んでます、はい、で8番がまず誰かとチーム組んでますやりようないじゃん爆死しちゃった中国人だからじゃんこれはや
りようないじゃん。みんな見てよ、これって8番と3番が組んでるっていう意味じゃなくて、3番がリーダーで誰かを連れてきてる、で8番がリーダーで誰かを連れてきてるっていうことですよね。いい、そういう理解でいいよね。だから中国人これやんなってことだよ。お前らの立ち回りでやっちゃダメやって、日本サーバーで。俺らが被害被るから。少女心理患者へっていうことやろ。4人がもうすでに繋がってんだよ。4人が塊として、その中に中国人のグループだからうちも入ろうってなって入ります。日本人だけ、日本人だけがハブ出て終わり、情報何もない状況でどうやってやんの。これこそルール崩壊やん。パン、チャンネル登録、こうや、チャンネル登録、はーい登録、はーい登録、高評価、高評価、登録&高評価、はー登録ー。